さあ、どうもアメタス TV のアメタスです。はい、家づくり第3弾もう3つ目ですよ。前回ね、1回、の部分をねこう修正していい感じになったので、次はね2階部分をちょっといい感じにしていかないたいと。そぽせさあ、はい、これがね前回の状態なんですけど、まあまだちょっとしょぼいよ、まだちょっとしょぼいけど、ちょっといろいろ2階の部分をねこううまい具合にやっていこうかなと思います。そしたらね多分ねここの上の部分はそのままの素材でガラスをつける的な感じにしてったらいいんだと思うんだ。そうそう、で要はちょっと開けるわ。ここが2階部分ってことでしょ。だからよいしょ、ここは残しつつもここから小窓的なのをこう、ここはあれか、小窓的なのをこう作るといいんじゃない。2マス開けて1,2のここどう。あ、そう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 、こんな感じこんな感じで、あとここ1個2個1個、こう何個窓作ればいいんだろう。5個もいるかな。5個ぐらい。ああ乗れない、お腹空いちゃった。パンパンスパパンパンスパパンパンパンスパパンパンスパパン、よいしょよいしょ。で真ん中どこだ、真ん中どこだ、ここら辺か。7、お、ぴったりぴったりぴったり。あ、いいんじゃないこれでも。もしくは6にする。6で3つ作るか。こうなるからわあ、ここどうすればいいんだろう3つって。ちょっと数合わないよね。贅沢に4窓にするか。4窓っつうか4ブロックずつ開けた窓、贅沢にこれ、こんね、こんな感じ。まあ、いいんじゃない。だったら横も4つにしちゃえばいいのか。こっちも4つにしちゃえばいいか。これでいいんじゃない。ほら、いい感じ。家っぽい。家っぽい、家っぽい。オッケーオッケー。で、2階は、2階は、ここ窓開けずに、裏の方だけみたいな感じ。こっちも同じ感じで、4列4列で、それね、ここ。1マス開けて、あ、でもあれか、引いてどこから登ってんだこれ。日の当たりを考えてなかった。日当たりあんま良くないかもしんないこの家まあいいや。2階、まあ2階でもな、チェストとか置きたいからこっちはいっかな。ちょっと小窓的な感じですか。小窓的なを何個か。あ、ここ。あ、やべ、ない。いい感じでできてはきてるよ。こういう荷物たちをどうするかだよね。わ、でか。でかすぎだろ。自分で作っといてあれだけど、
大きく見積もりすぎたな。こんな感じでいっか、こうしとけばいいか、これでいっか、これ2階はこんな感じで、で、まあ、階段をつけるんだけど、まず先にガラスつけようか、ガラスつけちゃおう、せっかくだからね。ガラス一応ね作ってはいるんですよ。ガラス足りないかどうかわかんない、足りるかな、足りなかったらどうしよう。よいしょ、あーもったいねー、一個無駄にした。こんな感じいいんじゃない。おお、窓がついた、いいんじゃない、こんな感じで窓がついて、ほらいい感じ、寝かせて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 、寝れた、はあ、よし、で2階、であとはまだ今度ね地下でエンチャントするためのお部屋を作るわけですよ。ちゃんと今変な話、ここでもエンチャントいいような気もしなくもないわ。オッケー、扉じゃないや、窓窓窓ついた、イエーイイエーイイエーイ、オッケー、あ、お家っぽくなってきた。ちょっとアメリカっぽいよね段差がないっていう、バリアフリーですから、バリアフリー考えてますから、ちゃんとバリアフリーでいいんじゃない、いいんじゃない、お家っぽくなってきたよ。で階段を作りたい、階段を作る、階段を作るよ、階段を作っちゃうんだよ、階段階段階段、11で足りるかな、足りないよね絶対、絶対足りないよね。とこれであれば足りるだろう。ととだ、階段をさどうつけるかなんですよ。とりあえずこう仮で開いてるけどさ、入ってきてただいま、じゃあ2階上がろうか、でこうの方がいいのかな、こうか、入ってきて奥で登る系の方がいいのかな、 どうしたらいいんだろう。2階が、あ、そっか、難しいあ、でもそうだよな、ここで作るしかないよな、こうだよな、こうで2階だよな、こうだよな、なんでなんでなん、こうだ、あ、使えた、こうだ、来た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 、オッケーオッケー、こう閉じて、こうなんかフェンスつけたいね、フェンスフェンス、いやでもでき、意外ともうちょっと俺時間かかると思ったから、ちょっと意外とスピードは速い気もする、思ってたより、なんかガガガダンってなるねこの階段。そうだね、こうだね、オッケーオッケーオッケー、おー家だ家だよ、
すごいすごい、家だよ家、2階もできたしちゃんと、すごいすごい。いやちゃんと階段、あのブロックで階段作って登るよりこっちの方がなんかちゃんと上がってくれるね、簡単にガクガクってなるけど。なんかでもここなんか遊びないよね。ちょっとここ修正しよう。修正します。あおち、こうか。あ、またつっかえた。つっかえる、こうか、こうですね。でここにフェンスもう一個つけて、これ浮いちゃってるね。浮いちゃってるね、浮いちゃってるから、いらんな、こうでもいいか。 OK OK、 2階できた、2階、イエーイ、2階できた。おーおー、ちょできたできた。そしたら最後屋根、屋根をどうするかですよ。ここなんかなんかさ、こう斜めになってるやつあんじゃん、あんな感じにしたいよね。斜め、斜めの屋根、屋根、屋根考えてね。屋根どうしよう、屋根、屋根、屋根どうしようか。ちょっと屋根はまた、ちょっと今日もう時間も時間なんで、ちょっと屋根は次回にします。ちょっと考えておきます。さあというわけで、2階の階段も作っていい感じに、こうガラス窓もつけて、もうほぼほぼ出来上がりに近づいてきている状態です。あとは屋根をつければね、もうほとんどの外装は完了って感じで、あと内装こう何を物を置くかっていうのもちょっとね、やっていけばいい話なんで、本当にもうあと屋根だけです。はい、ちょっと屋根は次回までに考えておきたいと思います。というわけで以上マイカラでした。またお会いしましょう。バイバイ。